メマスを5匹とヤマメを1匹持って帰りました。塩で漬けたふきとたけのこです。もち米です。きれいに洗って水につけておきます。ささとふきの葉です。水です。かつおだし、みりん、醤油、と塩、
40分経ちました。ゆりわさびです。玉ねぎ、クレさん、鶏ガラスープです。砂糖、みりん、醤油と塩、唐辛子と、きのこです。大根、大根おろし、わさび味が効いて美味しいです。ふきのはちまきです。
の香りが美味しいです。コメントで質問をいただいたんですけど、昔買った東方金属のプチコンロという商品です。こちらがガスボンベです。結構火力はあります。メイドインジャパンです。